こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2023年の1月8日を2時間40分ほど過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 38.36 ということで、昨日お伝えしたのからもう2円ぐらい上がってますね。はい、なかなか堅調ですね。はい、これチャート15分足ですけど、夕方からですかね、ガーンと大きく上がってますね。36円台の後半から38円、39円近くまで、一瞬ヒゲでこれ届きそうになってるんですけど、今は 38.4 ということですね。はい、4時間足ですと、もうね、ゴールデンクロスしてからずっと堅調で、今またここ来てからね、跳ね上がってるという感じです。はい、日足でもね、この実線がこの平均線を超えてきたということで、まあ、この先がね、結構長く続いているという、昨日確かお伝えしたんですけど、またね、その繰り返しになってくれるといいなというところですね。はい、であと今日の値動きの特徴としてはですね、ここの体のさっき夕方からね、上がったって言ったんですけど、そのタイミングで他が上がってないんですよね。はい、で、ここ今直近にね、イーサレムとか他は跳ねてるんですけど、カルダノはね、あんまり跳ねてないというところで、はい、結構ね、違う動きで、面白いなと思ってね、カルダノ、ツイートも多いですけど、ステーブルコインのね、期待がちょっと来てるんじゃないかなというふうに、ちょっと私はね、なんとなく想像してるんですけど、いかがでしょうか。で、すでに何人かの方がね、ツイートされてるんですけど、カルダノが、まあ、ドジコインを抜いてね、9位から8位に、マーケットキャップで上がってきたということですね。はい、まあ、カルダノここですね、全部今プラスになってるし、24時間で 5%、7日で 17% ということですね。まあ、多少反転は来ながらも、もうね、早く40円台、50円台と言ってほしいなというところですね。ツイッター見ていきます。坂木原さんですね。カルダノ初の米ドル完全裏付け型ステーブルコイン USDA の強みが説明された記事。カルダノチェーンはトークンをネイティブのものとして発行可能です。言い換えると、カルダノトークンは ADA と同じように取引が台帳に記載され、発行や取引にスマコンを必要としません。そのため ADA と同じように取引手数料が安く、取引結果の事前予測が可能なため、ユーザーの意図しない結果が生まれることはありません。この利点はもちろん USDA にも当てはまります。取引コストが安い上、安定しているのは支払い目的として需要を持つステーブルコインにとって大きな強みとなります。また取引にスマホを使用しないという点もセキュリティ性の高さに貢献する要素となっています。そんな USDA は今月の1月から3月の間にリリース予定ですと。カルダノ上のネイティブトークンであり、完全資産完全裏付け型二重の安全性を持つカルダノステーブルコインの登場が待ち遠しいですねということで、まあ、ジェドもありますけど、あまりね、そっちの方が理解進まない、私はこっちの方がね、なんか、使いやすいし安心だなという感じがします。はい、今の記事の、ね、元ネタ、マーゴのホームページです。カルダノ101、カルダノネイティブトークンまたはアセットは何ですか？ USDA ステーブルコインの意味と。はい、ちょっと長めの記事なので、ここから読んでみます。カルダノステーブルコイン USD はネイティブトークンであり、なぜそれが重要なのか。このデザイン選択の有益な効果を理解するため、2023年第1四半期に発売される予定の最初の米ドル担保、カルダノステーブルコインである USDA の例を使用しましょう。USDA は実際の準備金によって1対1で裏付けられたカルダノブロックチェーンのネイティブトークンになります。これは従来の銀行や支払いインフラストラクチャーの遅延なしに高速グローバルトランザクションのロックを解除できる安定した資産であることを意味します。スマートコントラクトを使用してトークンを表すブロックチェーンでは、ユーザーはネットワークの手数料コストに翻弄されます。ネットワークが非常に混雑している場合、ブロックチェーンの使用量は上昇し、ますます多くのユーザーが値下げされ、ネットワークのユースケースがさらに減少し、アクティブユーザーは削除されます。これはステーブルコインにとって特に危険です。安定した資産は移転に費用がかかるほど支払い手段としての役割を失います。ユーザーが 50USDA のサービスにお金を払わなければならないが、取引手数料自体が29ドルかかる場合、ユーザーはそのような取引を行わない可能性があります。しかし USDA の場合、それはネイティブアセットです。はい、これは転送時にスマートコントラクトを計算する必要がないことを意味します。そのため
トランザクションの料金は常に安定していて予測可能であり、ユーザーは物事の支払いのために少量の USD を移動することができ、開発者はそのユーティリティを低下させる高額な料金を心配する必要はありません。スマートコントラクトは悪意のあるものやセキュリティが不十分な場合もあり、開発者とユーザーにリスクをもたらします。スマートコントラクトのコードは完全に変更可能であるため、攻撃やエクスプロイトの大きなソースになります。ステーブルコインを使用する DApp にとって、これはステーブルコインの有用性を再び低下させる大きなリスクです。ネイティブアセットとして USD スマートコントラクトは必要ありません。カルダノブロックチェーンがトークンやその他の資産が何であるかを理解すると、攻撃対象領域が大幅に減少します。基本プロトコルのセキュリティはトークンに拡張されているため、ユーザーは USDA が安全であることを確信でき、開発者はその予測可能な動作をモデルができます。ネイティブトークンはカルダノの主要なデザインの選択であり、環境に優しいテクノロジーに加えてその最も強力な機能の一つでした。カルダノの開発中に他のマルチアセット元帳が存在していなかったため、これにはいくつかの主要な研究所の交流事項が必要でした。しかしネイティブトークンがもたらす利点は明らかであり、その有用性の向上は特にカルダノベースの DApp および ADA ユーザーにとって USD ステーブルコインをより良い資産にする方法に見ることができますということですね。はい、まあ、これが第一四半期ということで、もうすでに入ってますけども、まあ、3月までに本当に、ね、オープンになって使われ始めるということで、まあ、それの期待が、ね、少しずつこう高まってきて、まあ、値段の上昇にも効いているんじゃないかというところですね。はい、DEG さん、バイナンスへの不安から BUSD、USDC、USDT への移行が出ているとのこと。ステーブルコイン市場全体は縮小傾向、バイナンス USD の需要減少、ステーブルコインの競争は新局面へ、暗号資産キラーのユースケースとなるかということで、このデータは、カルダノの、ね、ステーブルコインはまだ、もちろん、ね、考慮されていませんけれども、ここに、ねカルダノのステーブルコインが、割り込んで、ね他の色がこう入ってくるというのが、今年中に出てくるといいですね。まあ、入ってくるんだけど、量として、ね、ここにこう見える形で割り込んでくるぐらいになってくるかどうかというのが問題で、まあまあ、おそらく見えるでしょうね、きっとね。はい、で、こっちの方にもね、本当に、まあ、DAI とか他にもステーブルコインがあって、ここに見えないけど、セブンアザーズってあるのでね、今ここに現れてるだけの1、2、3、4、5、たす7なんで、12個あるわけですね。そこにカルダノから、まあ、2つね、こう割り込んでいって、このビッグ3にこう割り込んでいけるかどうかというところでね、これを楽しみにしていきたいと思います。はい、次 CZ さんですね。43、これ日本いいな。上位100位のグローバルブランドのうち43はロイヤルティと NFT ですでに Web3 に足を踏み入れています。ゆっくりですが確実にということですね。はい、これ、メジャーブランドフラグシップ NFT コレクションロンチーズということで、2020年の NBA のトップショットですね。そこから2021年、2022年と2年間超えてきたわけですけど、まあ、こんなにね、ブランドが入ってきたよということでね、まあ、カルダノはね、ちょっと出遅れてるんですけど、まあ、それでもだんだんこういうのがカルダノに絡んでくるのも、多くなってくるでしょうね。はい、で、まあ、ブランドなんで、こういうね、氷とか、食料品、ね、栄養品が多いですよね。はい、でも、まあ、タコベルって日本にあるのかな、ピザハットはありましたっけ。まあ、日本で行くとやっぱコーラ、バーガーキングもそんな多くないけどありますよね。まあ、あとこの医療関係ですかね、スポーツ関係と、まあ、スタバか、一番大きいのはね。ということで、まあ、日本にまだちょっといまいちかなというのはこれ見ても、まあ、ここの、ね、報告なのでというのはありますけどね、まあ、日本で当たり前になっていってくれるといいなということですね。はい、でこの下に、ね、このライアンさんという方がポリゴンチェーンに関する、ね、ニュートリアルものをここに出しています。はい、先ほどよりも、ね、もうちょっと馴染みのあるものが増えているかなという感じですかね。はい、まあ、カルダノも、ね、早くこういうのがあるといいなと思います。
はい、では値段の方に戻りまして、38.20 でいいかな。はい、14,012.9×38.2 で元本が10万円ですので、計算しますと、遅いな。はい、43万5293円のプラスということになりまして、よいしょ、はい、435.3% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。